パーサビアランス、パーサビアランス、パーシビアランスとも、愛称、パーシー、パーシーは、NASA のマーズ2 0 2 0ミッションの一環として、火星のジェゼロクレーターを探査するための、マーズローバーである。ジェット推進研究所によって製造され、2020年7月30日11時50分に、打ち上げられた。ローバーが、火星に着陸したことの確認は、 2021年2月18日20時55分に受信された。2021年7月23日現在、パーサビアランスは火星250火星日滞在している。パーサビアランスは7つの新しい科学機器を搭載し、合計19台のカメラと2つのマイクを搭載している。ローバーは他の惑星で初の動力飛行を試みる実験機である。 小型ヘリコプター、インジェニュイティを搭載している。パーサビアランスには、火星探査計画の科学目標を支える4つの科学目標がある。生息可能性の探索、微生物が生息可能な過去の環境を特定する。生命存在指標の探索、そのような環境に生息していた可能性を有する、過去の微生物の痕跡を、特にその痕跡が長期間保存されていることが、 知られている特殊な岩石の中から探す。サンプルのキャッシング、岩盤コアとレゴリスのサンプルを収集し、火星の表面に保存する。人間のための準備、火星の大気から酸素生産を試行する。パーサビアランス1枚目の生画像火星着陸、インジェニュイティのためのアンテナとパーサビアランスのスカイカメラ火星表面に配備された。 インジェニュイティヘリコプターインジェニュイティヘリコプターは太陽電池式ドローン。質量 1.8kg で火星の希薄な大気圏での飛行の安定性を実証し予定されている30日間のミッションでローバーの理想的な走行ルートを偵察する可能性を証明するとされている。カメラの他に科学機器は搭載されていない。ヘリコプターはパーサビアランスに搭載された。 基地局を介して地球と通信を行い最初の離陸は2021年4月19日7時15分に試みられ3時間後の10時15分に動画で飛行が確認された2019年後から9月にネット上であなたの名前を火星に送ろうキャンペーンが行われ世界中から1 9 3万2295名の応募があった最多は トルコの2528,844人で、続いて、インドが1778,277人、米国が1733,559人と、続く。また、ハンギョレによると、韓国から203,814人応募があったという。中国、日本、北朝鮮からの参加者は、 それぞれ292,071人と31,920人と2,044人あったといい、1人以上の名前が搭載された国の数は計250カ国に達する。また、探査者に名前をつけるコンテストの155人のファイナリストのエッセイとともに、太陽を中央に置いて左右両側に地球と火星が太陽光線でつながっている様子を、 レーザーで刻み込んだ絵と、その太陽光線の間には、エクスプローアーズ1というモールス符号も刻まれている。パーサビアランスは23台のカメラを搭載する。パーサビアランス火星着陸メディアを再生する。パーサビアランスの着陸のビデオ映像と、ローバーのカメラ、スカイクレームのカメラ、およびタッチダウンの数秒前の外部カメラからの映像。マーズリコネッンスオービターに乗って、 ヒリセによって捉えられたパラシュートが開いた状態での EDL 中期降下のパーサビアランス。着陸後のローバーと EDL クラフトのコンポーネントの1。ローバーは中央かパラシュートとバックシェルは左端、降下ステージは左中央、熱シールドは右端で強調表示されている。パーサビアランスローバー J0 クレーターのオクティビアイーバトラー着陸地点。 着陸に成功した後、ローバーが撮影した最初の画像。ローバー2番目の火星の画像。着陸後のローバーからの最初のカラー画像。火星のパーサビアランスローバー着陸地点のパノラマビュー。インジェニュイティヘリコプターは空中で5.0メートルから約85メートル離れたパーサビアランスローバーを表示する。火星のパーサビアランスローバー。 探査と研究のための可能なルート、ありがとうございます。